皆さんハレルヤ。今日はもう一回挨拶したいと思います。大きい声でメリークリスマスと挨拶しましょう。大きい声でね、せーの、メリークリスマス。今日はイエス様がお生まれになったクリスマスの主日です。もっと元気出して素晴らしい礼拝を捧げましょう。じゃあお祈り準備をしてください。お祈りします。愛するイエス様、感謝します。今日はイエス様がお生まれになった主日です。イエス様、今日もっと愛する心を持って素晴らしい礼拝を捧げることができますように導いてください。最後まで共にしてください。感謝し、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。じゃあ皆さん元気出して賛美しましょう。立ち上がりましょう。
私のために十字架の上に全ての罪が許されるため、決して私を見捨てはしない、死ぬまで愛した尊いイエス様、心の王者に主よ来てください、治めてください、心捧げます、心の王者に主よ来てください、治めてください、栄光捧げます、私のために、それではイエス様の御言葉を聞く時間です。イエス様の御言葉を聞いて従順して歩む私たちになりましょう。せーのしたらハレルヤで先生を迎えます。せーの、ハレルヤ、ハレルヤ。それでは神様のくださる御言葉を一緒に見ましょう。ヨハネの福音書12章46節の御言葉です。ヨハネの福音書12章46節の御言葉です。それでは一緒に読みましょう。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。アーメン、ハレルヤ。今日は楽しい嬉しいクリスマス手術礼拝です。今日は今日の本文の御言葉を用いまして、光として来られたイエス様というタイトルでクリスマス主日中礼拝の中で神様の御言葉で恵みを分かち合いましょう。皆さん今日はクリスマスだよね。クリスマスといえばイエス様、イエス様といえば浮かんでくるものは何なのかな。先生はね、光だと思います。だってね、神様が一番最初に初めにこの地球を全てを作られた時に何を一番最初に作ったか分かるのかな。そう、光だよね。光をあれって言ったわけね。何にもない暗いところに光をあれって言ったら、混沌と闇の中に光が現れて、一瞬して地球が明るくなって、それで全てのものを作る天地創造が始まったわけだよね。このように光を作られた父なる神様、その神様の一人子であるイエス様が
この世になんと光として生まれたと書いてあります。皆さん2000年前にあのね、東から博士たちが来たんだよね。その博士たちは救い主が生まれるなんだけど、どこで生まれるんだろうかと、なんと空を見たら大きな星がキラキラキラと、ね、光りながら、それを見てあのイエス様が生まれた馬小屋まで来るんだよね。でキラキラと輝くその星が止まったところ、その下にあの救い主イエス様が生まれたわけね。でそこに行って東から来た博士たちが礼拝し、そしてお土産をあげたんだよね。これを見るとイエス様は光と関係のある方だということがわかるんだよね。皆さん、イエス様も自分のことを私は光として来ましたと言ったわけね。いや、イエス様が自分のことを光として来たっていう、それは誰もが闇の中にとどまることがないようにと、すごい言葉だよね。あの先生がね、小学校5年する頃、あの近所の、 あの中学生のお兄さんと山に行きました。なぜかというとね、山には栗拾いに行ったの。当地がね、ちょっと秋の暮れ、大体10月頃かな、秋の頃ね、山に栗拾いに行こうと誘われてね、あの中学生の近所の兄さんと高い山にあの陸柵をね背負って行きました。で1時に出発して、でね、山の真ん中に行ったら、でもね、みんなね、山の真ん中にあるあの栗の木がいっぱいあるんだけど、みんな人々が来て栗を拾ってしまっててあまりなかったの。ですると中学生のお兄さんがね、ねえねえ、あの山の頂上にはこの栗の木がいっぱいあって、大きい栗をたくさん拾うことができるよ、せっかくだから行こうって言って、山の頂上まで怖いんだけど、でもね、このお兄さんが怖い顔してからね、お兄さんの顔が怖くて仕方なく山の頂上に行きました。で頂上にね、本当に大変な思いで息を切らしてね、本当に死ぬかと思った。高いところに頂上に行ったら、本当にね、そのお兄さんの言う通りに、なんか栗の木がなんかいっぱいあったんだよね。で栗がね、拳くらいなその大きな栗が落ちてたの。いやーすごいなーとね、栗をね拾ってね、陸坂の中に入れてね、夢中になっていっぱいに入れたの。でいきなりね、なんか寒いなーと思ったわけね。なんとね、1時に山にいたでしょ。もう時計見たらほとんど5時半になっちゃって、もう周りがね暗くなり始めたの。栗拾いに鞭になってね、周りが暗くなるのに気づかなかったの。どうしよう、お兄さん早く降りろよとしてね、でも真ん中くらいでもすでに死が完全に暮れてしまって真っ暗になったの。すごく寒くってね、どうしようとね、もう絶望、もう怖くなって、でもその時にしばらく経つと、なんかね、その当時に半月、月がね、半月が登っていったわけ。でその森の中で山の長寿だからね、あの木がいっぱいあって、その木の枝の間で木漏れ日の中にね、その月の日差しが差し込んできて、なんと道が見えたわけね。その時に、うわーすごい光だとね、道が見えなくてね、体が動けなかったんだけど、この月の光がその枝の間から差し込んできて周りが見えきったの。不思議だなと思ったのね。道が見えててね、一瞬して心がね嬉しくなって、もう希望に満ちて、すごいよ道が見えてきたとしてね、それでやっと山から無事に降りてくることができた。あの時に初めて、いや別に明るくもないその月が真っ暗い中で、その木の枝の中で差し込んでくる光がよく見えて、道が照らされることを見て希望が湧いてきて、本当に嬉しくなったわけね。すごいなと、光ってすごいなと思ったわけね。このように光はね、闇の中に照らされてね、道が見えて、つまり嬉しくなって希望が見えてくるんだよね。皆さん、新約聖書を見ると、目の見えない盲人バルテマイという人がいたの。この人はね、生まれながら目が見えなかったので、人の親の顔も分かんないし、美しい風景もね見たこともなかったんだよね。
で、この人は目が見えないので、いつも人々にね、物乞いして、そして暮らさなきゃならなかった。目が見えないから、ロックに歩くことができない。なぜ？倒れてしまうから。だから誰から手をね、取って導いてもらわなければ、歩くこともできない。いつも目の前は真っ暗だったの、目が見えなくて。でも、このパルテマイは、もっとね、本当に悲しいことは、その目が暗くて見えないだけじゃなくて、心も暗かったの。だって目が見えないから希望がないんだもん。将来に対して夢もない。もうね、どうやって暮らしていくべきか分からない。ちょっと物乞いして、あのね、食べていかなきゃならない。心も暗い。目も暗い。心も暗かった。希望のない、未来のない、そういう人だったの。でもその人の前にあるイエス様が通ることを聞いた。で、食べての子、イエス様、憐れんでくださいともう必死に叫んだでしょ。で、イエス様がなんとその盲人のバルテマの前にわざわざ近寄ってきて、あなたは私に何をしてほしいのかって言ったら、目が見えることですって言ったら、あなたの信仰があなたを治したのです、あなたの信仰があなたを救ったのですって言ったわけね。その瞬間、目が見えるようになって、それでイエス様についていくことになった。皆さんね、目が見えるようになった。どれほど嬉しかったか分かる。生まれて初めて光を見たんだよ。あなたの信仰があなたを救ったのですときに、なんと目の前に光が照らされて、目が開けられて、見ることができた。このパルテマイさんはね、目が見えただけじゃなくて、なんとイエス様の光が照らされて、イエス様であえて命の光も照らされて、命であるイエス様についていくことになったわけね。悲しみは消え去り、絶望は消え去り、暗い人生が変えられて光の人生に変わったわけね。これがイエス様がこのように光として来られたという意味です。闇の中に光を照らし、闇を打ち消し、悲しみを打ち消す、これが希望の光である、救いの光であるイエス様がこの世に生まれた理由なんです。今日がまさにこのような光であるイエス様が生まれた日、希望のイエス様、救い主イエス様が生まれた日なんです。だから私は喜んでこのクリスマスの日を、イエス様お生まれになった今日、喜んで讃えてイエス様を礼拝しようじゃないか。だから喜びを持ってクリスマス主日としてこの時間、本当に光として来られて、私たちの闇の中にいる私たちに光を照らして希望を与えて救いを与えてくださったイエス様を感謝し、おめでたえる一日にしていきたいと思います。それでは今日一緒に祈りたいと思います。クリスマスは光としてイエス様がお生まれになった日です。暗い私たちの心に、世界に希望の光、救い光を照らしに来た。イエス様、本当に光として来てくださり感謝します。ありがとうございます。と、この時間、感謝の祈りと、喜びの祈りを、一緒に、捧げていきましょう。イエス様、本当に感謝いたします。本当に暗いこの世の中、罪によって暗いこの世の中で、で、暗い私たちの心の中に光として来られたことを感謝いたします。イエス様が来られるところには希望があります、喜びがあります、救いがあります。それはイエス様が希望となる光、救いとなる光であるからです。本当にクリスマスの日に本当にイエス様がお生まれになったことを本当に心から感謝します。感謝いたします。イエス様、本当に何の希望のない闇の中にいるような私たちのところに来てくださり感謝いたします。今日も本当にイエス様がお生まれになったこのクリスマスの日、心からもっとイエス様をたたえ、イエス光となるイエス様を感謝し、で、崇める一日になるように導いてください。光として来られたイエス様、本当に心から感謝いたします。私たちの中に光として来てくださり感謝いたします。感謝し、イエス様の名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは献金のお祈りをします。イエス様、この1週間守ってくださってありがとうございます。上限金を捧げます。喜んで受け取ってください。教会のみんながコロナから守られますようにしてください。イエス様の名によってお祈りします。アーメン。それでは捧げられた献金のための祝福のお祈りします。神様、今日も本当に嬉しいイエス様がお生まれになったし、光として来られたイエス様を感謝して喜びを込めて捧げ物を捧げました。捧げた子供たちの将来を、人生を、夢を祝福してください。感謝し、イエス様の皆によって祝福し、お祈りします。アーメン。それでは、主の祈りをもって礼拝を終わりにします。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になる孤独、地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。すべての栄光、神様にがしましょう。